はい、ドライヤーが乾燥終わりましたので今から仕上げをします。よかったね、雨が降ってる中でね。ねえ、ちょうどそういう時に雨宿りしてたようだよ ね。いや、よかった、染めてもらって、ね、しばらくこれで。そうですね、ね、安心して、はい、安心して、遊びやるか。鎌本さんもね、髪の毛がそんなに白くてもさ、はい、女の人の子に年を取って白髪になったなっていう感じがしないんだね。ね、おかげさまでね。ね、なんでだろうね、はい、そんなに量があるからでしょうね、きっとね。ね、量があって髪の毛がうんとさ、元気そうな髪の毛だもんね。うちのお父さんなんか白髪でさ、はい、もういかにも寂しくなってピタッとしてるけどさ、なんだそれ、それはかわいそうだね。昔はね、うん、すごく髪の毛がつりつつだのにさ、はい、本当に寂しくなって、頭のね、真ん中は本当にお皿みたいにさ、ハゲててないしさ、でも年そうなんじゃない？タモさんが若いんでしょ。だってさ、志村けんの床屋のあれじゃないけどさ、うん、ねえ、困るべ。まあねえ、ねえ、ね、さっきからずいぶん鳥が行ったりしたりするけどさ、はい、鎌田さんに言った方に、まさか巣を作ってんじゃないの？そんなことないね。ならないよね。そう、はい、うちが最近さ、巣を作られちゃってさ。あ、そうなんだ、うん、はい、あ、雨宿の戸袋の中に。ツバメじゃなくて、ツバメじゃなくてね、ツバメじゃない、もうムクドリ。ツバメはもうね、ツバメはもういなかったね。そう、ムクドリって意外と人間のそばで生活するんだってね、うん、あ、そうなんだ、うん、前橋 の駅前のね、うん、欅通りにいっぱいいたじゃない、はい、今はどうだった、すごいよ、ね、うるさくて、うるさくてね、うん、ここもさ、綺麗になったな、綺麗に仕上がった、よかった、すごい髪の毛いっぱいありそう。はい、終わりました。